連合軍は救出した陽動部隊と合流。全ユグドラシルにて待つ。ハデスの言葉通り、冥府軍も各地から撤収し、神、仙人、妖魔、そして人間、それぞれの思いが交錯する最終決戦が今まさに始まろうとしていた。ねえオーディン、ちょっといいかしら。ガイアか。この後に及んで、ハデスとの戦いの前にあなたと少し話しておきたいと思ったの、オーディン。これまであなた、でもしばらくの間、私、何が言いたい。頭のいいあなたのことだ。いくら力を手にしてもたった一人。お前たちと手を、ならばその力もハデスを滅。話はそれだけ。オーディンが仲間の力を認めた。あのオーディンの心さえ動かした英雄たち。ついにこの時が来たわね。ありったけの力をハデスにぶつけましょう。泉へ向かうには神殿に力を注ぐんだったのね。もういい加減その展開にも飽きてきたけど。頼りにされているのだ。答えのわけにも行くわい。わしは東の神殿へ向かおう。するため、そしてみんなの未来を守るために。何をしたところで今の俺にかなうはずがない。降臨、消し去ってやるよ。お前たちの命も未来もない。ハデス殿、今こそあなたと決着をつける。我らには多くの死地を乗り越え得た絆がある。その力で世界を救いましょう。お前たちとの決戦にふさわしい舞台を用意した。さあ存分に楽しもうじゃないか。見事な働きだ。今後も私の助けとなること期待してる。私は同じだ。実力は似ても似つかぬな。気兼ねなく叩きのめしてやるとしよう。罠だわ。私としたことが
気がせいで見逃しちゃうなんて。守るからには傷一つつけさせはしない。僕とペルセウスの幻影、さらに怪物まで、ガイアスなら私がお守りせねば。今こそ攻め立ててやろう。信長は守る。真の三国無双とはうぬが武見事ぞ。優しいところもあるじゃない。ハデスに報いを受けさせるため妙な勘違いはやめてもらおう。神殿に力を注ぐわ。イスミへの道を開いて。その調子で励むがいい。久々に派手な兄弟喧嘩と行こうか。こんな真似をして一体何になるというのだ。なんだ生意気な息子もいた。まあいい、ついでにお前とも遊んでやるよ。アデス、なぜそうもわしを憎む。お前とて己の立場に誇りを持っていたではないか。説明してもきっとお前は理解できないさ。昔からそういうやつだった。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると
私も勇気づけられるよ。ミーミルの泉で待っていてやるよ、ゼウス。次が最後、決着をつけようぜ。では神殿に我が力を注ぐとしよう。泉へ通じる道を急ぎ開かねばな。ハデスはこの先よ。さあ急ぎましょう。ついにここまでやってきたか。なら相応のもてなしをしてやらないとな。前回の強者たちまで幻影に仕立てるとは、ハデスの力いよいよ感化できない。ザコが何の姿をかたどろうと知ったことか。まとめて叩き潰してやる。へえ、前回の幻影を倒しちまったのか。ま、今の俺の力ならあの程度いつでも作れるだろう。ハデス、力に思えてはならぬ。ユードラシルの力を吸収し続ければお前とて。はっ、この後に及んで俺の心配か。どうせ心にもないくせに無理するのはよせよ。ハデス、あの時お前が私を地上へ返した、ユグドラシルを育てさせ奪うためだったのだ。その通りだ、オービー。お前はなかなかに使えるやつだったよ。けど魂を奪えなかったのは誤算だったな。今度こそ俺のものにしてやるよ。わしをうならせるほどの活躍をするとは誇るがよい。すべて滅べ。さあ旅に出してやろう。オロチ降臨。私に挑もうという。私をうならせるほどの活躍をするとは誇るがよい。ずいぶん苦しそうだな。そろそろ諦めて命乞いでもしてみたらどう。諦めるわけにはいかぬ。ユグドラシルを滅ぼし世界を救ってみせる。ユグドラシルを滅ぼす、本当にできるのか。それはオーディンの魂を滅ぼすことと同じなんだぞ。いいえ、オーディンの魂は救えるはずよ。この神器バイデントを使えばね。
おめでたい奴らだ。その神器を使えば何が起こるか本当に分かっているのか。確かにそれを使えば囚われたオーディンの魂を解き放ち、ユグドラシルを滅ぼすことができるだろう。が、オーディン、お前の魂は本来死ぬべき運命にあったもの。それを体に戻したとき何が起こると思う？わかるな？一度ねじ曲げた運命が再びお前に降りかかる。お前は死ぬ。滅びるんだ。そんな。オーディン。バカな。なぜ。ならば、もう一度ねじ曲げてやるまでだ。そう。運命とやらをな。ユグドラシルの力が消えていく。オーディン、やってくれたな。だが、力を得る術は残されている。俺は、まだ負けてはいない。ハデス殿、一体どこへ。ハデスったらまだ何かする気みたいね。あの子の力を強く感じるわ。こっちよ。息が上がっているようだ。放っておいてもらおう。久々に魂を得て喜びに打ち震えているところだ。どうだ、なかなかいいだろう。ユードラシルに作った俺の城さ。さあ、もう一度やり合おうじゃないか。測ってこいよ。死ぬ気でな。待て、アレスの誘いに乗ってはならぬ。また妙な力を吸収しているようだ。ハデスの周りにある祭壇、あそこからハデスの力が送られているみたい。まずはあの祭壇を何とかしないとね。逃がさないぜ。怪物が守っているみたいね。怪物を倒せば無力化できるはずよ。私は北東の祭壇を抑えるとし。ペルセウス、私たちもオーディンに続くぞ。分かった、共に行こう。ロッキー、ペルセウス、私と共に来ると。楽しいな、ゼウス。お前と本気でやり合えて俺は嬉しいよ。だが、もう遊びは終わりにしよう。次でお前を倒す。俺がお前を超えるんだ。これにやれ。様子が変だったわ。
膨大な異界の力を吸収し続けているのだ。何らかの影響が出始めたのかもしれん。おお、まだだ。まだ幕は降りていない。さあ、お互いに死力を尽くそうじゃないか。何かしら、とても良くないことが起きる予感がするの。エルダ君、ミミルの泉へ急ぎましょう。悪い予感を現実のものとさせないためにも。破壊神の幻影まで作り出すとは。ハデスに力を使いすぎだ。いい出来だろ。今の俺に不可能なことはない。俺こそが神々の王にふさわしいんだ。道は開けたわね。さあ、ミーミルの泉へ急ぎましょう。さあ、滝に出してやろう。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。我が神通力、味わえ。そんな、俺が負けるなんて。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。ゼウスの力、その立場、すべてを奪い凌駕する。今の俺にはそれだけの力があるはずだ。さあ、今度こそ幕を引きましょう。滅びゆくこの異界とハデスの暴走に。心を一つにすれば越えられる道などない。この試練も我らならば必ず乗り越えられる。ああ、そのユキムラ殿、我らの力で世界をあるべき姿に戻そう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。全て滅ぼせ。駆け引きの妙見せてやろう。さすがです、あなたならばと思っておりました。君臨する時、ゼウスを超える。この俺が神の中の神となるのだ。ゼウス、お前を倒す。お前を超えてやる。来い、ハデスよ。リハチ、これにあり。なんだこの感覚は。力が抑えきれない。制御しきれない力がハデスを飲み込んでいくわ。このままじゃハデスは無双の分を示せ。ゼウスよ、俺は本当はお前のこと。ゼウス、ハデスの声が聞こえる。あの子の心の底ではきっとあなたを。だからこそ終わらせねばならぬ。バカ、これほどの力を持ってしても俺は。勝負あったな、ハデス。
神々の王たる我が力、思い知ったか。と言いたいところだな。今回勝ちを得られたのはわしの力がお前より秀でていたからではない。違いがあったとすればただ一つ、神といえど単独ではなせぬこともある。そのことを示し力を貸してくれる者たちがいた。それだけのことなのだ。お前ともまたそうした中に戻れることを信じている。参ったな。やっぱりここは俺には眩しすぎる。冥府へ帰っちゃったのかしら。まあ最後まで勝手な子ね。ですがゼウス殿のお気持ちはハデス殿にもきっと伝わったと思います。どうやら我らも長いは無用ということらしい。その通りだ。ユグドラシルは核を失った。もう長くはあるまい。誰、ここは我が命を懸けて作り上げた場所。一人で見取らせてもらおう。オーディオン、あなたはみすみす死んでやるつもりはない。生き延びてみせる。今回もな。勝手な子たちばっかり。そうだな。しかしこたびの一件で彼らの心に少なからず変化が生まれたことも確かです。人の子らよ、お前たちを巻き込んでしまったこと、今改めて詫びておこう。悔しいけど私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道だから、心からお礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。やれやれ、どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあそんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ人の子らよ。何時らの行く新たな道の先に光あらんこと。喜ばしいこと。これは執着。冥府の王の俺が勝利をもぎ取ってやるよ。ゼウス、
あなたに付き合ってほしいことがあるの。どうしたのだ、そのように改まって。私、人間たちに何かお礼がしたいと思っているの。でも、そのことに報いることができないまま。働きにはそれ相応の報酬を、ということか。ええ、もちろんよ。場所は私が用意するから。神々を呼び出し、集めればよい。